Hey, what's up? I am Captain Treasure. 今回は下手なタンクには注意するべき、先釣りヒーラーを倒したい、タンヒラの悩みまとめというテーマでお送りします。タンクとヒーラーの2つの視点で質問をいただいているので、それぞれテーマに沿って解説します。今回お話するテーマはこちら、先釣りヒーラーを倒したい、下手なタンクには注意するべきか、この2つのテーマでお送りします。まずはタンク視点です。1つ目、先釣りヒーラーを倒したい、質問読み上げます。初めてメールします。くだらない質問です。メインは白なんですが、最近暗黒を始めた若葉です。過去進行はイシュガルド中。暗黒を始めた理由は、ノラ ID 中、リビで発動中、回復しないでというログを見て、暗黒って回復しなくていいの？すごいと思い、次の ID では回復しなくてユカペロさせてしまった経験から、おい暗黒を経験しようと始めました。 ID 始めるときは必ずタンク下手です、練習中と言ってるんですが、先釣りのヒーラーに遭遇、ちょっとやめろと思いつつ、ホーリーあるからまとめて倒すのかなと思ったら、ホーリーしないのでフルボッコでユカペロをしてしまいました。で、一言、なんでやねん。ちなみにまだレベル50ではないのでリビではないです。自分はすみませんと謝ったけど、ヒーラーさんは無言、チャットもしないような人なので、その時はどうにかプレイしましたが、かっこ後で除名を知ったのですが、やっぱヒーラーのユカペロ見ないと気が済みません。なんかいい方法はありませんか？これは除名が正解だと思いますし、それ以上はないと思います。このゲームやってるといろんな人いますが、いろんな理由で言葉の通じない人なんて、山ほどいるので、その対策に除名機能があるのだと思います。今回は暗黒騎士のリビングデッドの疑問から始まったということですが、リビングデッドの特徴とは、一定時間 HP が1で踏みとどまる、 HP1 後に10秒以内に全回復しないと即死、 HP1 後に攻撃を当てると HP を大きく回復、再使用まで6分。一応自身で攻撃すると大きく回復して、状況によっては1人で HP を全回復できることもありますが、基本はヒーラーが注意しながら少し余分でも全回復に持っていくのが安心ですので、そもそもリビデだから回復しないでくださいはリスクしかなく間違いなので、むしろリビデ中だから回復してくださいが正解です。多分一人でも戻せるっていうことを証明したいタイプの人だと思うんですけど、これ間違えて覚えちゃってると。ちなみにホーリーは範囲攻撃で命中させた敵をスタンさせるっていう効果があるので、 ID で雑魚をまとめ狩りした時は絶大の効果を発揮します。タンクからするとその間攻撃を受けないわけで、攻撃に集中することができます。そしてその後、自身で暗黒を経験しようということで始められたということで、行動力すげえなとは思います。そして先釣りのヒーラーも DPS もちょくちょく見かけます。ヒーラーのユカペロを見ないと気が済まないとのことですが、ユカペロを刺してもね、何の解決にならない場合もあるし、時間の無駄なので、言葉通じないなら除名するのが一番の早期解決だと思います。とはいえ、もし言葉が通じる可能性があるなら、アドバイスをしてから動き見てみるのも、一非化線としてやってみるのもいいと思います。自分は先釣りはギミックだと思ってるんで、タンクの練習をしていて様々な場面に遭遇しますが、その中でもできるだけ対応して遊ぶ方が楽しくは遊べるとは思います。一応このような状況に遭遇した時の対処方法は、防御バフを念入りに、ロールアビリティも駆使する、範囲攻撃でヘイトを取る、かっこ撃破で被弾を抑える、基本コンボの回復効果を狙うというような、できる範囲のことをして、それでも解決しない上に言葉は通じないのであれば、除名投票して再認識してもらうのがいいでしょう。2つ目、ヒーラー視点です。下手なタンクには注意するべきか、質問読み上げます。ダジオさん、いつも14を楽しむために参考になる動画をありがとうございます。最近ヒーラーを始めてレベリングルーレット中にあったことなのですが、タンクが14を始めたばかりの初心者で、スタンスを入れずに ID を進むことになってしまいました。最初の方は自分とベテランの DPS の方がタンクの方にスタンスを入れるように伝えたのですが、返事もなく、もう一人の始めたての DPS の方が先に進むようにせかしてしまうため、スタンスを入れてもらうことをお互いに諦め、自分が臨機応変に回復するようにしました。 ID 自体は危なげなくクリアはできたのですが、終わった後にスタンスについて分かったか確認してみたら、ありがとうございましたと言って抜けてしまいました。ベテランの方と今後大丈夫かなという話をしながらも解散しましたが、解散後にテルでいろいろお伝えした方が良かったでしょうか。
余計なおせっかいだと思われ、14をプレイすることに嫌気がさしてしまうのではないかと不安になってしまい、結局テルせずになってしまいました。はい、この状況を見れば自分はテルするのもありだと思います。ただし内容は伝えずにテルをします。どういうことかっていうと、クリア後にスタンスについて説明と確認したっていうことなので、それで理解してありがとうって言ってると思うので、多分今後は大丈夫だと思います。ただそれでもわからなかったりできないこともあるなら、フレンド送っておくからまたテルしてきて。これでとりあえずは質問者自身のモヤモヤも取れると思います。自分も過去にそんな感じでフレンドを送ったことはありますが、その後チャットも来ずに気づいたらレベルが上がってたので、それっきりの関係でフレンドを切ったっていうこともあります。ただ最近この14のゲーム内での人にアドバイスすることについて考え方や捉え方が少しずつ変化してきています。この手のは非常に難しいテーマで、最近だとシビアに考える方も多く、去年に規約変更などで初心者への暴言が具体的に表記されたことにより、人にアドバイスすることすら億劫してしまう人の話もよく聞きます。アドバイスしたら嫌がられて通報されないかとか、鬱陶しがられるんじゃないかと不安になりますが、ヨシピーも言ってますが、アドバイスをするなっていうことではないと。なのでその人が今後楽しく遊ぶためにも、その場でアドバイスがあるのはあった方がいいし、その後うまくいけば、結果的に助かったってことになるから、気づいた中で最低限のことは教えてあげるのが先輩ヒカセンとしても良き行動だと思います。ただ伝え方というのは難しく、言葉を選ばないと、それこそ相手が嫌気をさすので言葉選びが重要です。これが教えることがいかに面倒くさくて大変かを感じる部分です。とはいえスタンス入っていないタンクは、タンクとしてね、仕事ができない役立たずになってしまうので、ここは念入りに教えてもいいかもしれません。なのでテルでスタンスについて具体的にわからないのであれば、何でも聞いてねとテルを飛ばしておくと、相手もいきなり上からね、意見を押し付けられたのではなく、いつでもヘルプがあると安心することができると思うので、お互いにモヤモヤは解消されると思います。聞かれた時はついでにヒーラー側から何が大変なのかを伝えてあげるといいかもしれません。このゲームは平均年齢が高く大人の人が多いので、ある程度の会話のやり取りができる可能性はねあるので、教える側や言う側の苦労もあるので、自分ができていないことにアドバイスをもらうことは基本プラス要素しかないので、受け取る側も柔軟に対応していくことがお互いに気持ちよく遊べるコツだと思います。ということで、最近はね、初心者からもベテランの方からもプレイスキル以外に対人関係の相談をよくいただきます。一応自分もこの世界に長くいるので、経験して役立ちそうなものは話していくんで、お役立てください。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。おっとっとトラトラジロー、とっとっとトラトラジロー、こんな感じに生きてゆくトラジロー運動。